演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。カルビーの札幌ポテトバーベキュー味盛岡ジャジャ麺味を食べたのです。いや、バーベキュー味なのか盛岡ジャジャ麺味なのかどっちなんだよね、突っ込みたくなります。形はこうだとしてもわざわざバーベキュー味を書く必要はなかったのでは。はい、中身はいつももう見た目通りのこれ、アミットピンですね。それではどんな味なのかな。ジャジャ麺はだいたいこんな風にキュウリが入ってて実物は食べられないのですが、おかしかったらどうかな。ではいただきます。よく考えてみると盛岡、岩手代表なのに札幌ポテトなんですけどね。確かに位置的には近いのかもしれませんが、やっぱり通常のバーベキュー味の刺激とは違っていて、なんかまろやかなような尖ってるような、どっちとも取れるような独特な刺激ですね。よくマイルドな刺激といいますか、よく言えばより多くの人に食べられるような刺激、悪く言うとどっちつかずない刺激といった印象ですね。美味しくはあったんですが、ちょっとどっちつかずでこんな風にフラフラしちゃってるかなっていうような印象がありましたので、これはこちらの点数とさせていただきます。盛岡三大麺と言われる三大麺と称されています。ここでジャジャ麺、実はどうなのかな。ただ本当にこの写真のようにキュウリが入っていると自分は食べられないので、ここにもう一つさらに赤鬼が入る冷麺と、このどなたかキュウリの入っていない冷麺とジャジャ麺を売ってる、もっと言えば買えるお店知りませんか。食べてみたいんですけど、これではあとワンコそばも食べてみたいんですけど、ワンコそばはもう現地行かなきゃ多分無理ですよね。個人的な愚痴は置いとくて、それでは建国記念日柱になるかな、この心に。それを支えに頑張っていきたいですね、毎日を。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。